った枠組みに一刻も。新たな領域でも我が国の優位性を確保することが重要となっています。防衛省幹部によると、仮に UFO が自衛隊のパイロットは今まで UFO に遭遇したことはないようでございますが、万が一遭遇した時の手順をしっかり、定めたいというふうに思います。